もう一回はないっすよ。皆さんこんにちは。本日はですね、またクレストの方をお借りしまして、今回は同門の後輩、最強ゆうまくんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆうまはね、もともとフラッシュのチャンピオン、すごいまあセンスのチームで、まあ僕もね、一緒に練習させてもらってて、バーリングだったりとかも、すごい練習になるんで、練習になるっていうのはね、もう、ほぼほぼもう僕より強いんですけど、すごいね、ための練習になる。スピード感だったりとかね、メーターだったりとか、すごいいいんで、まあ後ほどね、マススパーリングの方も、お届けさせていただきます。そちらの方もご覧いただければと思います。はい。で、なかなかね、こう、まあ、ユーマはすごい、まあ、ポテンシャルの持ち主で、まあ、強くて、実力もあるんですけど、なかなか一歩ね、こう、抜け出せない。抜け出せてるいやいやいや、まあ、そんなことないです。もう本当に実力がピカイチなんですけど、これからね、かけるとか、僕もね、30歳に差し掛かってきて、次世代のね、ユーマが K-1 とかを作っていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。それの上でね、ブランディングだったりとかね、もっとこう、人前に出るような動きもね、一つ一つあれば面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたね。今日は動画の方、回させていただきます。で、まあ、先日ね、某クレストトレーナー、ゆうさん、植松さんですね。言っちゃいましたけど。大輔さんが、ゆうまにね、クレストの中で、誰と一番ご飯行きたいみたいな質問したら、なんと山崎秀明と答えてくれまして、僕はそれが嬉しくて、ゆうま、YouTube 撮ろうか。今度出てよ、つって。コラボっていうかね、ゆうまはチャンネルやってないんで、今回はね、ほんと、最強ゆうまの、まあ、良さだったりとか、強さだったりとか、そういう部分をね、皆さん、知っていただければ嬉しいなっていうので、動画も配信したいと思ってます。俺とご飯行きたいって言ってくれた、その心はどうですか？はい。ああ、そうです。格闘技面だったり、性格面だったり、いろいろためになるけど。ちょっと。いやあんまりないっす。いや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 、大丈夫。本当。ありがとうございます。でも、ユーマも結構ね、たくさんスポンサーもついていただいたりとかして、まあまあ、仕事とかはやってないでしょ？はやってないですけど、つかないので。いやまあね。やっぱ格闘家としては格闘技一本ってやつそうですからね。格闘技に集中したいってああ、そうだ。今はね、まだチャンピオンという形じゃないんで、まあ、スポンサーの額もだいぶ、今がチャンスです。はい。チャンピオンになっちゃったらちょっと、額上がっちゃうんで、ゆうまさんのね、スポンサーも絶賛募集中なんで、概要欄に G メール載せておきます。ぜひね、たくさん来ていただければ嬉しいと思います。ゆうまが最後試合したんですよ。7月の福岡大会。あ、そうか、そうか。誰だっけ？宮崎レックジムのスキー選手。ああ、そうや、そうや、そうや。でもまあ、コンスタントに試合に出て割と、そうです。3月やって、4月やって。今だから、ユーマンがスーパーライト級 62.5 は、ライト級です。あ、ごめんなさい。TJ さんがチャンピオン。ああ、スーパーライト級。スーパーライト級が TJ さんがチャンピオン。ごめんなさい。ライト級は 62.5 ね。ああ、そうそうそう。ネーミングを間違えた。まあ、俺の天然なとこちょっと出てしまいましたけど、汗が出てこないなって言いました。そうね。もともと60キロでやってて、62.5。前チャンピオンがゴンナパン。現チャンピオンが朝日さん。そうです。で、今回大阪大会、12月4日ね、ゴンナパン選手と試合やる。まあ僕もね、膝を壊された因縁の相手でもあるんですけど、まあ同門で言えば浦部公也もね、ハイキックで顎骨折させられてね、負けてる中で、こう、ユーマンのね、後輩の中でまた、みんなの敵を打ってくれると、俺は信じてます。なんか作戦考えてるの？作戦は、あんま言えへんかも。まあ言えないですけど、今のところゴブゴブなんじゃないかな。いや、俺はいけると思う。ちょっと俺たまにこう、マスでこう、サウスポーやって、リーグかぶせたりこないからやってたよ。ほんまどんなの？もう右のフックと左のローで右のフック。自分で出てくるね。パンチの技術はユーマの方が全然上回ってるし、まさきの時もそうやけど、ただの一ファンとして、この試合は楽しみにしてます。趣味は趣味で格闘技以外なんか好きな趣味は趣味は本当になくて、なんかプラモデルとか。もうやんないよ。あ、全然。そうか。小さい時からもう格闘技しかやってなかった。当時、小1からやり始めて、親の影響で。親とパルマス。おー。全然興味なかった。そう。空手？何山ジム。あー、はいはい。みたいな。もうスタートはもうじゃあキックボクシング。もう当時最初からそうやり始めて。そんな乗り気じゃなかった。あ、そうなの？いやいや、いやいやでもないですね。いやいやでやられてこの天才になれてる。凡人がちょっと泣いちゃうって。こっちが家になっちゃう。でもずっと続けて、なんだかんだで。そうまあでも小学校中学校の時とかって、はい、キックボクシングやってるっつったら結構モテた？いやどうですかね。いやモテたやろ今。いやーそう結構小さい時から大会で優勝したりとかして。うわー、うん、小学校の時はタイトルマッチまで行ったんですけど、まあ負けたりして。あ、そうなの。中学の時は K-1 アマチュアを1回多分優勝したぐらいで、全然実績っていうのが中2で一般の B クラスで優勝して。優勝中学で体も仕上がってない大人の中。いやー、すごいですね。それでも分かる技術だな。納得の技術ですよね。それがもう今に生きてるというか、そういうの伸びてとどまること知らんとかね。でも俺からちょっと理想を言わしてもらうと、ちょっともう一個こう心を鬼にして、多分ね、優しい部分がね心の中であるから、聞いてるとこ上から殴るとかっていうよりは優しさでもうポイントアウトしちゃうのかなっていう俺の中でイメージだから、やっぱタケルとか見てるとね倒しきっちゃうというか、いい意味で非常な平和をね見せてるっていうのは俺の中であるから、まあ、ユーマがもっと上へ行くためには、しっかり全試合倒しきってほしいなっていう気持ちがあるんで。実際、ヒデさんとは、気合いじゃないですけど、練習を始まったり、長いやったんです。長いですね。でも、それをこう、実際背中を見てきて、どうですか、ヒデさんの印象じゃないですけど、ご飯行きたいっていうとまで言ってしまった印象を。背中見て思うのは、気がめちゃめちゃ多いじゃないですか。そうね。正直、自分自身も、ちょっときついんじゃないかっていう。思っても正直あった。何回もあったんですけど、それで勝ち続けてチャンピオンになったっていうのは、プレスの先輩の中でも、本当にトップっていうの感動というか、いや、すげえなって思いました。1万円な、これ。いや、嬉しいですね。でもまあ、こんな天才にね、言ってもらえるっていうのは。この落ち着きようが、何歳やったっけ？ 21 になりました。まだ 21？上京しました。やっとスタートラインに立ったところですね。上京したところで、別にプロデビューもしたんで、アマチュアで1年ぐらいやってたから、まだスタートラインにも立ってないレベルだったし、これでね、この落ち着きようと、試合運びと、実力の誰かなんでね、もうねですよね。まあ、ユーマはあんまり苦手じゃない、こう、あんま発信するのは。そうですね。SNS はあんまり発信しています。あ、そうだね。じゃあちょっと、俺と毎日更新ちょっと約束してもらえますか？毎日更新難しいか。なんかそう、やっぱ更新するにはなんか事柄がないからね。そうね。更新しにくいからね。でもまあ練習風景とかだったりとかね。まあストーリーももちろんやけどな。実際で言えば、本当この部分って、もうすごいおしゃれやんか。いやいやいや。なると一緒で。いや、僕は、ゴリゴリにダメですね。そういうね、ファッションチェックじゃないけど、プライベートユーマーを見せたりとか、っていうのもね、面白い。ずっとファッションだったら、理想っていう人ですよ。洋服好きやけど、じゃあ。洋服は好きっすね。なあ。結構買い物するの？買い物はちょいちょいするんですけど、でも結構見たりとか。あ、そうなんですか。ネットで買うの？大体ネットっすね。サイズの間違いない。サイズはもうなんとなく把握してたり。おー。というわけでね、明日からユーマさん、YouTube 始めます。いやいやいや。それは無茶ぶりか。そうですね、それはちょっとな。じゃあまあ、2、3日に1回ぐらいはね、こう、何かしら、インスタぐらいはね、更新してほしいな。はい。それこそ概要欄にユーマさんのインスタアカウントちょっと貼っとくんで、みんなでちょっと応援していただけたら嬉しいな。はい。なんかまあ、強さだけじゃないやん。今の時代のなんか格闘技な。キャラクターだったりとか、まあ、ブランディングだったりとかね、強さ以外にも必要な部分もあると思うし、俺も一応チャンピオンでやらせてもらってるけど、その上に家族とかプライベートも出しつつ、みんなに面白いなって思ってもらえたらいいなと思ってね、SNS も発信してるけど、ちょっと約束でよろしいですか？わかりました。2、3日に1回はね。2、3日に1回ぐらいは。今1ヶ月に1回ぐらいしかやってない。もっとやってない。高校は全然やってない。あ、そうなんや。もう半年ぐらいやってない。いや、そこは、例えば試合決まったとか、ああ、そっかそっか。ユーマの凄さって言えばね、やっぱり格闘技一番やと思うんですね。まあ僕がいつもこう、ユーマのやらせてもらってる練習でね、マススパーリングっていうのがあるんですけど、結構スピード感がある。マススパーリングをね、結構上手い下手があって、バカみたいに振り切っちゃうね、スパーリングとそんなに遜色ない感じでやっちゃう選手を見たりするんですけどね、すごいテクニックで、まあ当たる瞬間にこう、パッと引いたりとかね、まあ、しっかり目慣らしというか、練習などでマススパーリングやってくれるんで、まあ僕もすごいいつもユーマのパートナーとしてもらって、練習させてもらってピード感とかね、僕たちがいつもやってる練習をね、今日は特典映像ではないですけどね、締めの動画として、マススパーリングをお送りさせていただければと思います。マススパーリングいいですか？大丈夫です。いつも通りで大丈夫です。練習がてら、やりましょう。次の相手は、今ね、サウスポー、どうなのかサウスポーなんですけど、右、左、どっちもやってるような感じですね。そうですね、どっちも。試合が近づくにつれては、サウスポーの比率は多くなってくるけど、練習として目慣らしの反応だったりとかっていう部分でね、右左あんまり関係ないので、いつもやってるね、スパーリングを少し多くさせていただきたいと思います。では、準備いきましょうか。こんな感じで、対談の方は終わらせていただきたいと思いますね。では、スパーリングの方、よろしくお願いします。ゆうは今からマスだけど、どう楽勝。いやいや、ちょっとやられないように。楽勝。じゃないですね。むしろ、なんかうまいことを見せる方が難しい。そうですね。嘘そう。でも、冗談じゃないぐらいクレスト1マスうまいっすよ。いやいや、マスうまいって言ったらなんかちょっとあれですけど、技術が盛りだくさんですっていうか、一番触れへん。マスでも、なるべく全力というか、やるようにして。いや、ほんま距離感とか抜群よな、マジで。ヒデさん、今からユーマさんとマスです。いやほんまいつもやっててすごい練習になるし、みんなもね、このユーマのマスを参考にしてほしい。いや、ほんまそうっすよね。すごいお手本のようなマスね。もっとスローペースでダラダラやるマスもあるんやろうけど、ためになるマスってこういうマスやなっていうね、すごい練習になるし、俺もすごい読んで一緒にやってたりするし、これからもやっていきたいし、参考にしてください。よしよしよしありがとうございます。やんないわ。元気ですけど、結構自分ダメージ蓄積入ってそうです。怖いもん。優しい、優しい、優しい、優しいけど、それしたらもう一回せなあかんからね。ほんまやばい。うわ、悪いな。ずっと気づいて、もう今のちょっとやばかったけど。スピードもあるし、確かにあれはもっとなんか、ミットやと思って。いつもミットで打ったら、あれはやらんと。緊張感が面白いな。何の顔っすかそれ。もう一回はないっすよ。大丈夫。もうちょっと言えば。今マックスやってる。いや、マックスいい。マックス。いや、マジでちょっとほんまにやばい。出る。怖い。やっぱ強いですね。やっぱ面白かったです。ありがとうございます。そう、面白かったでしょ。いや、面白いですね。カメラを無視して、顔が動いちゃいそうになったんですね。ユーマとしかね、できへんようなマススパーでね。ああいうマススパーやってると、やっぱ、おのずとこう技術も上がっていくし、目の追いかけるスピードも上がっていくので、まあ、俺もね、ちょっと目顔手術してね、だいぶ見えるようになったんで、ちょっとずつ追いついてくるようになりましたけどね。まあ、ユーマの凄さというか、まずさらにね、皆さんに知っていただけたんじゃないかなと思います。自己採点で言えば30対28ぐらいでしたね。いや。そうですね。ユーマのね試合決まってるし、またこれからね楽しみに選手なんで、ね、皆さん注目していただいて応援していただければ嬉しいと思います。概要欄の方にねユーマの詳細も載せておきますので、ね、そちらも注目していただければ嬉しく思います。まだねマスにね、はい、お互いちょっと技術交換しながら、そうですね、レベルアップしていきましょう。はい、よろしくお願いします。まあ俺もいい年おじさんやけど、ちょっと可愛がっていただけたら。そういうことでまたお願いします。お願いします。じゃあ今日はユーマと対談とマススパーリングね、12月4日ね、K-1 大阪5のパーセント決まってますんで、ね、これからも公開練習とかも多分あると思うので、注目していただければ嬉しく思います。ぜひね、チャンネル登録とグッド評価とユーマのインスタのフォローよろしくお願いします。じゃあ今日は以上になりますので、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。